はい、ドレミさん、今日はあいにくの雨ですね。雨が降ってます、ドレミさん。はい、さてドレミさん、こっち向いて遅い。どうやらドレミさんは今ね、サル期とかサルガオ期とか言われる期間みたいなんですけれども、それがですねポメラニアンとかに多いみたいなんですね、調べてみると。でこの4ヶ月から8ヶ月の間のこの寒毛期って時に、この顔の部分のこのここの毛が抜けて、後ろの毛はフワフワしてて、なんかこうこういう感じで縁取られてる感じで、お猿さんみたいな顔になるから猿顔期って言われるみたいですね。で鼻先もちょっと伸びてバランスが悪くなるから、なんかとっても不思議な顔になると。なんかそう言われてみれば、なんかこういうここのここのところが毛がないなってちょっと最近思ってて、でこの間ね、あのピレニーズを飼ってる方々に聞いたら、サルガオキとかね、サルキとかいう言葉が出てきたんで、なんだろうなと思ったら、どうやら今こういう感じの時を言うらしいです。確かにちょっと頭頂部が少しぺっちゃんこな気がするなぁと思ってたんですよ。でもそれも可愛いんだなぁ。なんでカミカミしてんの。遅い遅いよ。そう、これが猿顔器なんですね。これも可愛い。でもこれが過ぎてくると、ここのね、ここの部分の毛がこわってムクムクになってきて、なんか顔がね、なんかとっても丸くなってくるみたいです。ここのね、これどれ、お座りは、お座りは、遊んでるんじゃない、遊んでるんじゃないの。この後遊んでもいいけど、遊んでるんじゃないの、お前。お座りしろ、お座りしろ、全然お座りしないじゃん。はい、挟んじゃったもんね。ほら、ここ、わかりますかね。ここが段差がついてる。段差がついてますね。なんだお前、お猿さん顔だったのか今。ん、白熊さんじゃなくてお猿さん顔だったのか。おしゃれさん、おしゃれさん、そんなおてておいしくないよ。もうこの服ドレミちゃんに破られてるから、もうドレミちゃん用の服になっちゃったからね、これ。ほらなんだよ。確かにね、ほら見てください、ここ。ここがこうなんか平らになってて、ここから急にほわってほわってなってますね。ここの毛が今短くなってるんです、寒毛期で。はい、お猿さん期でした。猿期猿期。ねえ、私お猿さんじゃないよ。私お猿さんじゃないよ。グレートプリニーズだよ。ねえ、かわいい。いや、暴れる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 。なんだ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 。うらうらうら。めちゃくちゃ噛まれた。いやこれ全然甘噛だから痛くないです。いや、てかベトベトだ、うわ。はい、おてんぱさんのドレミさんでした。かわいい。サルガオ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 、いやー来るな、いやー